自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片越衛艦などの入港用施設として、仮設桟橋3本などを設けた大規模な艦船係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が平地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では巨額が動くことによってトラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を、日米安全保障協議委員会、2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、タストンエアポート社との売買契約が合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片越衛艦に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島を、この F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自の鹿屋や、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を、2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは、
種子島の西の表市です。ここでは、2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西之表市議会は、自衛隊施設誘致に賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に、賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で、常駐させる予定です。そのために、種子島に宿舎を建設して、隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている過疎は、種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば、1000人近い、若い世代の人口が増えることになるはずです。それは、地域の活性化には、望ましいことですし、基地や宿舎で必要な、食料品や生活必需品は、当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に、大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている、船の係留施設です。これによって、19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越え艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は、10日間ほど、昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では、騒音問題が多発し、住民も、
防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では第7艦隊の空母艦載機が厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は厚木基地から硫黄島基地まで 1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には空母艦載機が山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとってはどうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は国が購入したようですが、残りわずかな面積はかつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは西之表市が所有する土地です。これをもって矢板西之表市長をはじめとする反対派が私有地を拠り所として反対意見を表明しています。また、島の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えることで自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は大きな障害とはならないと考えているようですね。空自が沖縄県北大東島大東村に3次元レーダーを配備するという情報が入ってきました。今回はこの航空自衛隊の配備計画について見ていきたいと思います。3次元レーダーを配備することで太平洋側の防衛強化が期待できるそうです。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員など関係者が、北大東寺、真野大東村を訪問しました。この島は、沖縄本島から約 360km 東方に位置しています。やってきた人々は、この地域の水道や道路等、インフラに関する現在の状況について確認作業を行いました。これまでに、大東村には、防衛省の委託を受けた民間事業者が、8月上旬、測量調査のために入村しています。これによって、前月7月に航空機から行った測量調査と合わせて、将来的にも精緻な現地の状況把握が進んだことになりました。北大東島の大東村に、こうした動きがある理由ですが、航空自衛隊が装備する移動式警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たにこの島に配備、展開するための事前準備なのです。最大の理由は南西諸島の防空体制強化ということです。
空自は、日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置しています。そこでは、日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視していて、ここからの情報を4カ所の防空司令所に集約して、適切な対応をとっているのです。各々の防空司令所では、集められた情報をもとに、地域ごとに置かれている待機中の戦闘機部隊に対して、スクランブル発進を行うか否かの指示を出します。つまり、日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いているのです。といっても、このような監視体制の用となるレーダーサイトは精密機械ですから、何か不測の事態が起こる可能性もあります。思いがけないトラブル、悪天候による障害、最悪の場合、敵からの攻撃を受けて破壊されることもあり得るでしょう。そうした情報収集任務を完全に果たせない状態に陥ることを避けるため、代替手段を備えておく必要があります。こうした場合、最初に、この役割を担い得る存在というのは、E2C、DIE767 といった固定翼の早期警戒管制機です。これらの機体は、十分に稼働できなくなったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事することができるそうです。そして、このような航空機でのカバーと並行して、地上でも、その代替品となるものがあります。それが、車両搭載型の3次元レーダーを持つ部隊です。車載型ですから、陸上を移動可能なレーダー設備と言えましょう。移動すれば、敵に所在地がバレることもないでしょうしね。この陸上移動型レーダーサイトは、3つの要素から成り立っている設備だそうです。巨大な筒状の3次元レーダー J、TPS-102A、航空機の飛行データを処理する装置、それらの装置に電気を供給する発電機という3つで構成されたシステムなのです。その中で中心になるのは、3次元レーダー J、TPS-102A です。前述の通り、巨大な筒状の3次元レーダー J、TPS-102A は、戦闘機等の機種部にも採用されているフェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分を見ても、どこが動いているのかは、パッと見ではわからないようですが、東西南北、上下左右、全周囲の索敵を行える機能を持っているのです。こういった車両搭載型3次元レーダーは、戦時だけでなく、平時でも活躍しています。それは、固定式のレーダーサイトの定期的維持管理のためのメンテナンス等を行うときのことです。今後は北大東島に常設でこのシステムを配備しようという計画になっているそうです。言うまでもなく、その最大の理由は中国です。アジア最大の軍事大国が黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させていることは知らない人はいないでしょう。この中国軍に対する警戒、警備体制の強化と年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力向上が目的です。今回車両搭載型3次元レーダー配備先の候補地として名前が挙げられている北大東島の大東村ですが、この島とは別に東京都の小笠原諸島父島も検討対象にされたことがあるそうです。父島にも将来的には配備されるかもしれませんね。北大東島では航空自衛隊の車両搭載型3次元レーダー配備という状況について政治的には道村議会で全員一致で可決されたので受け入れる方針を固めていると思われますが、場所が沖縄ですから、どうしても、マスコミやメディアの批判は根強いようですね。当然といえば当然とも思われます。
沖縄メディアの一つ、琉球新報は、前年2021年12月11日付社説として、北大東島の車両搭載型3次元レーダーの配備に反対しています。沖縄本島は、元より、与那国島、宮古島、そして石垣島などの沖縄の島々が、次々に要塞化されるのではないかという記事で、一部の人からは煽っているとも批判されているようです。在日アメリカ軍基地の大半が集中する沖縄は、アメリカ車両による交通事故や航空機の墜落事故、少女暴行事件など事件が多いこともよく知られています。なのに、治外法権のごとく、責任を問われることもなく、謝罪もなく、本国へ帰国するアメリカ軍兵士やそれを許す安保条約とは、一体何なのかと心ある人は考えるでしょう。古くは、太平洋戦争時に、凄惨な地上戦闘が行われたことも、忘れてはなりません。こうした歴史を経た沖縄に対して、多くの本土住民は、同情を寄せているはずですが、残念なことに、日本を取り巻く安全保障の環境は、今まで以上に悪化しつつあります。2022年8月初旬、中国軍が、台湾周囲の6カ所の空海域で、大規模な軍事演習を強行しました。その中で発射された、中距離弾道弾5発が、波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下したことは、ニュースで報道されましたね。中国の行動はエスカレートしていると感じられます。しょっちゅう問題になるのが、尖閣諸島です。この周辺海域へ、中国海峡局の艦艇が侵入するのは、もはや常態化しているようです。報道されても、またか、と感じる方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島単体で考えた場合、中国が、この島に上陸して占拠する合理性は、かなり低いと考えられるのですが、台湾とセットで考えれば別です。雪崖の打賃という言葉がありますが、ついでに取ってしまいと考える可能性もないとは言えないでしょう。大国がそんなことをするはずがないだろうという希望的観測は、ロシアのウクライナ侵攻で打ち砕かれましたね。中国が威嚇を続けているように、本当に台湾を武力による侵攻にまで及ぶのかと考えた場合、中国側の被害を鑑みれば、得策とは言えないでしょう。むしろ威嚇を強めることで、台湾の一般人が、自主的に中国に屈するように持っていきたいというのが狙いとみられます。このやり方は、ロシアがウクライナ侵攻で行っているやり方と同様で、東部ドンバス地方を含め、2014年、平成26年に強制的に併合したクリミア半島のように、占領地域で、表向きは住民投票によって、ロシアへの編入を選択したと見せかけるものです。前述の沖縄琉球新報社説のように、沖縄本島のマスコミや一部団体は、在日アメリカ軍や自衛隊基地が沖縄にあるからこそ、戦争に巻き込まれるという論理を展開します。しかし、現在のロシアや中国を見ると、たわごとに過ぎないという意見があります。ロシアは、ウクライナ戦争で経済制裁を続ける日本に対し、北海道の半分は自分たちのものだと言いがかりをつけ始めましたし、中国は、沖縄は、かつて自分たちに朝貢していた属国だと見さしているらしいのです。その論理なら、韓国も中国の属国ということになりますよね。そもそも、北大東島南方に位置する、無人島の沖大東島は、1956年、昭和31年、
以降、アメリカ軍の射爆場となっていました。その状態に対しての大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化が進む村の現実として受け入れられてきたということです。そうした歴史的事実がありますが、北大東島への空自車両搭載型3次元レーダー配備について、反対を唱える勢力は、沖縄県すべてで無防備都市宣言を出すべきだという無責任な声も見受けられるそうです。この無防備都市宣言というのは、正式には無防備地域宣言と言います。宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことは、戦時国際法で禁じられているのですが、現実的には機能しないでしょう。残念ながら。そもそも、無防備地域宣言とは、当の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提ですから、戦時国際法のルールによっても、戦時である場合にしか、効力を発揮しないというわけです。そして、赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行できる主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体この場合は、大東村や沖縄県は、行えないということなのです。個人的には、いいアイディアではないかと感じるのですが、日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが持っている自衛権を、一地方自治体がひっくり返すような体制ではありません。したがって、無防備地域宣言という戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻の歯止めにはならないということですね。皆さんは、海上自衛隊が誇る、US-2 救難飛行艇をご存知だろうか。アメリカ海軍ですらその性能に、興味を示しており、実際視察を行っているほどなのだ。そんな US-2 救難飛行艇が、海上自衛隊に、8機目の納入を果たした。今回は、そんな US-2 救難飛行艇について、詳しく解説していこうと思う。2022年5月24日、新明和工業より、通算で8機目にあたる US-2 救難飛行艇が海上自衛隊へと引き渡され、岩国基地に配備されることとなった。今後は、日本において、海難救助活動に従事し、多くの命を救うことが期待されている。US-2 救難飛行艇の諸元について掘り下げていくと、乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの大きさを誇るものだ。これは、世界でも、最大規模の飛行艇と称されており、最大時速およそ 580km、巡航時でおよそ 470km、航続距離も 4700km に達する。この US-2 救難飛行艇の最大の特徴といえるのが、圧倒的な短距離着水を可能としている点だ。離水距離が 280m で、着水距離が 330m。着水可能な波の高さも3メートルと、世界の飛行艇に全く引けを取らない最高の性能を有している。世界9カ国にて採用されている、カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は、離水距離が808メートルで、着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、
その差は顕著に現れている。このような高性能な US-2 級内飛行艇だが、残念ながら、海外での採用例はない。というのも、US-2 級内飛行艇は、生産数が少なく、一機あたりのコストが120億円を超えているのだ。故に、世界の国々も、容易に購入を決断することは、できないでいる。その中でも、特に購入が有力視されていたインドだが、やはり、ロシア製の B-200 飛行艇の方が、一機あたり75億円で安価と言える。性能は大幅に劣るものの、コスト面で、B-200 飛行艇に、軍配が上がってしまうのだ。加えて、インドは、もともと、ロシアとつながりがあることからも、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると考えられる。だからこそ、いかに、日本の US-2 級内飛行艇が高性能といえ、と、ロシアの方が優位性が高いというわけだ。しかしながら、現状ロシアの生産性の低下は、著しく現れている。それは言うまでもなく、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっており、B-200 飛行艇も例に漏れず、そのような問題の発生は否めない。とはいえ、インドは西側諸国のようにロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択していることから、二国間の関係は悪化してはいないと思われ、今後も価格面などで合意が取られれば、変わらず取引が行われるだろう。話を US-2 級難飛行艇に戻すと、その外観のデザインや、級難飛行艇としてのコンセプトなどは、全モデルである US-1 飛行艇を踏襲している。この US-1 飛行艇も、同様に、明和工業が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで運用された。だが、この US-1 飛行艇も、オリジナルの開発とは言い難い。US-1 飛行艇は、海上自衛隊が1970年に採用した PS-1 という対潜哨戒用に、新明和工業が製造した飛行艇がベースになっているのだ。その当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソーナーを使用する形式であった。しかし、その方式は、すぐに陳腐化してしまい、当時、世界の対潜哨戒の分野において、トップを走るアメリカ海軍の手法が、標準となっていったのだ。アメリカ海軍の手法というのが、機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法であり、これは、1968年に初飛行させた、ロッキード社の P-3C 対潜哨戒機において、実用化を果たしている。だからこそ、海上自衛隊は、US-1 飛行艇の調達を23機で取りやめ、1981年に、アメリカ海軍に倣って、ロッキード社製のP-3C 対潜哨戒機を導入することとなった。ちなみに、同機は、川崎重工業社がライセンス生産を行うなど、100機以上が調達されており、その後、海上自衛隊では、川崎重工業社製の国産の P-1 哨戒機を2013年に正式採用している。しかしながら、2020年度末においても、P-3C 対潜哨戒機44機の保有を継続しており、残りこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているとのこと。また、P-3C 対潜哨戒機に代替されることとなった川崎重工業社製の P-1 哨戒機は70機前後を調達すると考えられており、2020年度末時点で29機が運用されていた。この調達数は、四方を広い海に囲まれている日本ならではと言えるだろう。
これにより、日本政府は、B1 哨戒機を海外に売り込む道を模索していたが、有力視された国々の大半は、アメリカのボーイング社製の P8 哨戒機を採用している。武器輸出の規制緩和を受けた日本としては、どうにか、販路の開拓を行いたい様子だが、やはり、海外輸出の壁は、高いようだ。PS1 対潜哨戒飛行艇から、US-1 飛行艇と続く中で開発された、US-2 救難飛行艇。この製造元である新明和工業は、太平洋戦争まで、これらにつながる飛行艇の開発、製造を行ってきた。新明和工業は、前身である川西航空機において培われた技術やノウハウを継承しており、実際、川西航空機は、二式大艇の通称でよく知られている二式大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入している。太平洋戦争期、世界屈指の性能と評された二式大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に目をつけ、正式に採用するに至った。この菊原静雄技師が開発したのは、二式大型飛行艇だけではなく、局地戦闘機として名高い市電及び資源海を開発し、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師だ。二式大型飛行艇は、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れから開発されるに至ったもので、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が、水上戦闘艦の建造を、この間の軍縮条約等で規制されたことが、発端となっている。この頃の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりに、航空機による攻撃によって、アメリカ海軍と対峙するというもの。そのことから、長大な航続距離を持つ、陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から、叩く戦術の実現を考えた。つまり、もともとは、型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めたのだ。だからこそ、飛行場を利用せず、海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発を掲げ、川西航空機は、この機体に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されている。国内で初めて量産された97式飛行艇は、4発の機関部を備えた大型の飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発が、1938年から着手。その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に採用が決まったのが、二式大型飛行艇というわけだ。二式大型飛行艇の初舷は、全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となっており、最大で時速およそ 470km の速さを誇り、航続距離は約 8200km にも達している。また、兵装として、最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったとのことだ。
さて、世界の目が、ロシアとウクライナに向けられている、隙を狙って言いましょうか。陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国です。今回は、尖閣諸島について取り上げたいと思います。日本とは、様々な因縁のある尖閣諸島ですが、今回は、ここに、日本が建造物を作るのか?という話題について見ていきたいと思います。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは自民党の高市早苗議員でした。今や、タカ派として名高い高市早苗ですが、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には、若い女性論客、歯に衣着せぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しています。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず、平等、と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お着身要員と見られていた OL の中にも、総合職という管理職を目指せる職位ができたのです。女性の新しい時代が到来したと、当時の女性たちは、キラキラとした瞳で働いていたはずです。こういった時代に、高市早苗は、知性派コメンテーターとして、たくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていました。ちなみに、当時の皇太子だった、金城天皇のお妃候補として、必ず名前が挙がった小和田雅子さんも、外務省職員として、世界中を飛び回っていました。当然、この方も、女性たちの憧れの敵になっていたようで、皇太子妃と決定した時には、せっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていました。さて、高市議員は、松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの、落選。落選に懲りたのか、自民党入りして当選しました。松下政経塾出身者には、政治家が多く、彼女の他にも、同じ、自民党の小野寺御殿、河合克行がいます。また、野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も、松下幸之助氏の精神に学んできたようです。松下幸之助氏といったら、水道理論で、すべての人々が電気を使えるようにと、様々な発明をしたことでも有名ですよね。いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が、与党に入ったということを起こった人も多かったようです。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが、2022年3月9日でした。尖閣諸島は、言うまでもなく日本の領土ですが、そう思っていないのが中国です。勝手に領有権を主張し、公船を、日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられています。その中国に対して、この島々は、日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したのでした。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには、何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したそうです。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土でした。1945年、昭和20年、太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が、日本のポツダム宣言中立後、つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土です。そういえば、1945年、8月9日、つまり終戦前ですが、
日本との中立条約を一方的に破棄して、当時の満州へ侵攻したのも、当時のソビエトでした。その知らせを聞いた関東軍のお偉方は、家族と財産を手にいち早く脱出しましたが、何も知らされていてなかった一般庶民は、悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも、絶対に忘れてはならない、史実ではないでしょうか。こういった歴史があるため、日本は、日ソ漁業交渉などと、セットで、北方領土問題を、交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきました。解決後に、平和条約の締結という段取りは、多くの時代を経て、ソ連崩壊後も、ずっと継続中だったのです。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けか?と、日本国内の期待が高まった時期もあったのですが、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えませんでした。そして、ロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあります。北方領土返還交渉を振り返ってみると、一番忘れがたい出来事は、1973年、昭和48年、だったと思います。当時の田中角栄首相が、モスクワに乗り込み、文字通りの命がけで、ブレジネフ書記長との会談文書に、北方領土の4文字を盛り込んだのです。ソ連は、日ソ間に、領土問題は存在しないと、ずっと突っぱねてきましたから、これは、ソ連に対して、大きな一歩を踏み出したことになったのです。それ以降、歴代の首相は、ロシアに代わってからも、北方領土問題を取り上げてきました。ところが、北方領土問題を、ロシアとの文書から削除したのは、プーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相でした。個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものです。高市早苗は、安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられましたが、この点について、どういった説明を受けたのでしょう。国防国防とお題目を唱える人間が、この問題をスルーしたとは考えられませんが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で、尖閣諸島国有化という話が飛び出しました。全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年、平成24年に日本が国有化したことになりました。とはいえ、中国は手を引こうとはしません。肝心の島に日本人はいませんし、日本のものは何もないからという理由もあるようですね。だからこそ、自民党の中には、ヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるのです。高市議員の発言は、その意見を支持しているのでしょう。高市議員は、非核三原則にも触れ、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておく、必要があるとも指摘しました。とはいえ、現在の自衛隊と、アメリカ軍間のニュークリアシェアリング、核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されていません。つまり、現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見でした。簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように、自衛隊法を改正すべきということでしょう。こういった発言に対するネット上の反応は、賛同の声が多かったとか、平成初期のバブル期、日本は、政治は三流、
経済は一流と言われていましたが、ここ最近は、経済も国民生活も、先進諸国の中でも、最下位に落ち込んでいます。責任の所在は明らかですが、目をそらすために、強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じています。日本が頼るアメリカで、菅、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は、関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしているのです。その一方で、尖閣諸島は、1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しています。要するに、アメリカは、どちらにも、いい顔をして、現地を取られないようにしている、つまりダブルスタンダードと思われるのですが、別の言い方をすれば、したたかで老練な政治手法ということではないでしょうか。正直な感想ですが、日本のように馬鹿正直で、唯一の道しか、選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では、立場が悪くなる一方ではないかと思うのです。ロシアのウクライナ侵攻を見て、日本も核を持つべきだ。核を持たない国は、核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようです。現在のアメリカは、一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられます。こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるでしょう。仮に、アメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか疑問は残るのです。この危惧は現大統領のバイデン氏に限らずアメリカ第一主義だったトランプ氏だろうがロニアスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないでしょう。自国民を守るのが政治家の第一義ですから同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えません。日本は、思いやりという名前で、巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場です。この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないのです。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正。解約して、核武装すべきというのが、高市早苗の意見でしょう。賛成意見も多いようです。試験ですが、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じます。世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットは、なるべく多く作っておく、必要もあるのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか？日本ついに US2 でも協業との情報をキャッチしまいた。今回はこの US2 製造会社新明和工業とイギリスのアイラリス社の提携を詳しく見ていきますね。 F3 戦闘機開発に続きイギリスとの連携強化は日本も今までよりも本気になったのかもしれません。日本の技術は最高ですがコックピット周りが全くダメなので、
これで戦闘機開発で復活かな。救難飛行艇 US2 の製造企業として、日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社が、イギリスの航空関連のベンチャー企業である、アエラリス社とが、2023年3月15日に、業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めている。すでに、この公表が行われた同月内に、日本の新明和工業社と、イギリスのアエラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだ。概要としては、今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが、今回の提携の内容のようだ。イギリスのアエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年に DART という呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっている。アエラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能である。こうした複数の用途への対応を、アエラリス高等ジェット練習機は、機関部、主翼、尾翼等の構成パーツを変更することで実施できる、モジュラー方式を採用しており、航空業界では、非常に高い関心を集めている。アエラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されている。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アエラリス高等ジェット練習機は、使用者の用途に応じた高い汎用性と、その運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体と見さされている形だ。そのため、イギリス空軍は、傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通して、アエラリス社に出資を行っており、2021年2月には、3年の開発契約も締結し、アエラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししている。これに応える形で、2021年9月に、アエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに、戦闘機型や空中給油機型等の多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示した。こうしたアエラリス社の推進している、アエラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は、関連企業において、非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールス・ロイス社も、同年同月に、航空用の機関部の供給契約を結んでいる。アエラリス社への投資は、これらロールス・ロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国、カタールのバルザンホールディングス社も、名を連ねており、1050万ポンド、約17億円弱の、出資を得ている。これもあってか、アエラリス社は、2022年3月に、カタールで行われた展示会で、アエラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社は、元より、同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も、姿を見せた。アエラリス社の将来性には、軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高い。
2023年現在、世界のジェット練習機市場では、韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その継戦闘機版である FA50 とともに、アメリカ製の F-16 ファイティングファルコンの介護艦として、一定の評価を得られている。今後は、アイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機は、さらに、無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に、大きなシェアを獲得するのではないだろうか。今回は、日本の新明和工業社と、イギリスのアイラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえば、そこにイタリアを加えた3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行うことが、2022年12月9日に正式発表されている。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであれば、こうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると、大多数が考えていただろう。日本が太平洋戦争後にアメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもない。ただし、日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはりアメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように、同社は、アイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にも、その関与が見込まれる。さて、日本の新明和工業はといえば、海上自衛隊が採用している、大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として、ストによく知られていると思うが、同社は、太平洋戦争の敗戦までは、川西財閥の傘下の川西航空機として、軍用の航空機を手掛けていた。その当時の川西航空機は、日本海軍に対して、局地戦闘機として、巧妙な試電、及び、試電改めを製造しており、同機は、太平洋戦争の戦局が、日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来する、アメリカ軍機に対抗する、貴重な機体となった。ただし、川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称、錦台艇、正式名称は、錦飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに、総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として、世界一とも称されている。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し、速度面に優れ、かつ、20ミリの旋回式機銃5門を固定武装に備えていた、錦飛行艇は、1942年3月には、2機で、ハワイへの空爆を行う計作戦にも使用された。この計作戦では、錦飛行艇は、大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を生かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルを呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれている。その逸話を象徴するか、同様に、錦飛行艇は、1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 B-38 ライトニング3機と空中戦を行い、第1機を撃墜。また、後には、同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した、武勇伝も記録されている。
こうした数々の逸話を残した不多式飛行艇だが、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US2 へと、脈々と受け継がれており、同機は、2007年から、海上自衛隊での運用が行われているが、いかんせん、生産数は、これまでで、8機と少数にとまる。救難飛行艇 US2 は、海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに、生産数が少ないことから、1機あたりの取得コストも、およそ100億円と高額であり、2011年以降は、海外への輸出にも力を入れているが、現時点で確定した取引はない。一時期は、救難飛行艇 US2 は、輸出先として、インドに、輸出、ライセンス生産の総数15機という取引が、盛んに取り沙汰されたこともあったが、やはり、コストが高いことが、最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっている。の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は、海上保安庁の大型巡視船である、黎明型について、詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である、黎明型巡視船の2番艦、あかつきが就役したのは、2021年2月16日のことだ。あかつきは、そのまま、中国公船が、幾度となく、侵入を繰り返している、尖閣諸島を管轄下に置く、第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に、1番艦で、ネームシップの、黎明と共に、あかつきが配備されており、今後とも、尖閣諸島を含む、南西諸島の防衛を行う上で、重要な役割を果たすことは、疑いようのない事実である。ここで、黎明型巡視船の諸元について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、1機9000馬力を発生する、ディーゼル機関を4機搭載している。また、最高速力は25ノットと、海上自衛隊の艦艇と比較しても、何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような、対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は、装備すること不可能となっている。これは、あくまでも、警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに、70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリ、バルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には、遠隔放水銃や停船命令等表示装置、遠隔監視図書装置などに加え、両舷に、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらは、テレビでも、よく、目にするような装置たちである。黎明型は、前級である、秋津島や、
前々級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された安芸津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、安芸津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦である、マヤ型の初舷を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量12250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦体で、69000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限り、やはり、黎明や、暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、暁は、その6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は、敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して、設計や構造的に、高額になることは、仕方のないことだ。だが、特に、マヤ型においては、イージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も、他の大型巡視船と、同じように、艦尾に、大型のヘリである、スーパーピューマ225を2機搭載可能としている。こちらも、平時は1機のみを運用し、任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプター、スーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が、2000年に開発したものである。全長 19.50m、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は、一般公募の中から採用された。今回採用されたのは、青鷲という名称であり、これは、南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである、青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには、南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊において、スーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団、特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは、通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う、機体としても活用されているとのこと。また、陸上自衛隊に納入されている機体には、いくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。IR サプレッサーというのは、エンジン排気口からの排熱を抑えて、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても、
3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように、非常時の安全対策のため、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように、様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は、突出した9機という数である。巡視船以外にも、各陸上拠点での運用が行われており、今後とも、活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である、青鷲だが、今後は、尖閣諸島周辺で、中国公船と対峙するであろうことが、予想されている。これらは、具体的に、中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来、中国海峡局は、日本の海上保安庁と同じように、警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら、2017年以降は、着々と武装警察といっても、過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と、なんだ、遜色ない武力を所持している家用。確かに、米国沿岸警備隊も、米軍の一部であることを考慮すると、脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海峡法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海峡局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは、格段に緩和され、これにより、海峡局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が、共和党のトランプから、民主党のバイデンに移行したことも、中国は、好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは、加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば、日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から武力行使を行うこともできない。つまり、もし中国海峡局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし、仮に、海上自衛隊の艦艇を投入し、中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと、本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る、大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法において、しっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。
海自潜水艦の執拗な追跡に、中国軍 093B 潜水艦浮上す2本の海上自衛隊の潜水艦建造は、そう、竜型潜水艦では、12隻の建造が終了しました。最後となる11番艦欧竜、12番艦東竜は、機関にリチウムイオン電池を搭載した潜水艦になるようです。このおかげもあり、静粛性にかけては、世界ではトップクラスと思われます。非拡散原則によって、日本は、原潜を持つことは、できないとなっています。通常動力型潜水艦しか持てない非凡ですが、リチウムイオン電池が進化したことで、原子力潜水艦より優れた性能を手に入れることになりました。時代がもたらした、画期的なテクノロジーの恩恵を受けることになりますし、日本の技術力も諸外国より抜きんでているとは言うまでもありません。オーストラリアは潜水艦の製造を競争入札にかけ、日本やドイツなども参加したのですが、貿易額1位だった中国からの横やりのせいなのか、フランスに落札ということになりました。しかし、こうなってみると、日本を蹴って、フランスを選んだことをオーストラリアは後悔しているんじゃないかと邪推してしまいます。そして、軍事大国中国も、潜水艦で、尖閣周辺を先行しているという情報もあります。深い海の底では、どんな行動をしているかは、わかりません。しかし、海底と空、海上からは、中国潜水艦の動きを発見しているのです。では、中国の原潜が奇妙な動きを見せた映像を紹介しましょう。少し前の話になります。2018年平成30年1月、宮古島および尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を先行しながら日本領海に侵入していたのが中国海軍の 093B 型原子力潜水艦です。この艦に関しては写真はほとんど公開されていません。どんなフォルムなのか諸言も全く不明です。しかし、中国国営テレビの中に、この 093B 潜水艦が映っていたと報じられたのです。中国国営 CCTV、中国中央電視台は、海軍の報告として、公海と渤海で行ったとみられるミサイル兵器システム攻撃訓練映像を放映しました。その映像の中に、他の多くの艦艇とともに、093B 型原潜が含まれていたと思われるのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載しますね。これが 093B 型原子力潜水艦と推定される潜水艦です。そして、こちらが2018年1月、日本の接続水域に侵入した潜水艦なのですが、093B 型原子力潜水艦とよく似ていますね。そっくりと言っても良いでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴ですが、帆の後方付け根にあるミサイルを収容する台形状の膨らみです。方向舵が十字になっていますが、その上に何かの構造物も見えます。1月に領海侵入した潜水艦と特徴が似ていますし、やはり同一艦と思わざるを得ません。というものの、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年、平成27年以降に複数艦が就役したと聞きますから、この艦が接続水域に侵入してきた当該潜水艦なのか、そうでないのかは、依然としてはっきりしないのです。同型の別艦かもしれませんしね。では、問題の、なぜ、中国原子力潜水艦は浮上したのか、を推理していきたいと思います。
まず状況について説明しましょう。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海事護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C が、沖縄県宮古島東北東の接続水域を北西に進んでいる潜水艦を確認したといいます。再度説明しますが、接続水域というのは公海ではあるのですが、領海に接している海域なので、一定の権限が行使できる水域になっています。なので、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間にわたって追跡しました。12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上した潜水艦を発見したそうです。しかも、この潜水艦は、中国国旗を掲げていました。今更の説明は、必要ないでしょう。尖閣諸島は、日本と中国が、領有権をめぐって対立している当初ですから、その近辺に中国艦船が出没するというのは嫌になるほどよくあることですね。今更というわけでニュースにもならないようです。自分の家に土足で踏み込まれたようで、気分的には不愉快ですよね。2018年当時の防衛大臣は小野寺五天でした。彼は、数日後の1月15日、領海に侵入した中国の潜水艦は、小球と呼ばれている093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表したのです。この小球は新型の攻撃型原潜で、全長110メートル、水中排水量6100トン、最大速力30ノットと言われます。それだけでなく、長射程距離の巡航ミサイルも搭載できる、原潜ということですから、かなり高スペックな原潜ではないかと思われます。本題に戻りますね。日本の接続水域に侵入した、中国の最新攻撃型原潜が、公海でなぜ浮上した上に、国旗を掲げて中国船籍だと明らかにしたのかということです。潜水艦に求められる第一の要素は何か、それはステルス性、隠密性です。つまり、自分の存在を相手に知られないことが最大にして最重要事項ということです。しかし、この場合の中国潜水艦は、浮上して艦隊をさらけ出しただけでなく、同時に自分の居場所を明らかにしたのです。潜水艦という存在である以上、あまりにも不自然な行動に、中国国内でも様々な憶測を呼んだようです。海外のメディアの分析によると、この小球原潜が浮上し、国旗を掲げた理由として、二つが考えられるとしています。一つ目は、日本へ尖閣諸島の主権が中国にあることを主張しようとしたという説。二つ目は、日本の海事の必要な追跡を振り切ることができなかったので、仕方なく浮上し、身元を明かしたという説です。なんとなく感づいている方もいらっしゃるでしょうが、沖縄を含む日本の琉球諸島を、中国は第一列島線として重要視しているのです。第一列島線というのは、東西冷戦終結後に、中国が対アメリカ防衛線と勝手に、北九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続く長いラインのことです。台湾には、ことあるごとに、恫喝を繰り返す中国が警戒するのも当然といえば当然でしょう。このラインは、中国とアメリカ、両軍の潜水艦が、年がら年中、潜航行動を展開していると言われている、海域です。だからこそ、隠密という潜水艦としての最大要素を無視して、自分の存在を公表したということかもしれませんね。
逃げ回っているうちにアメリカ海軍が出てきたら大変なことになりかねませんし。しかし、こういった事態に中国国内の一部のネットユーザーからたくさんの意見が噴出したそうです。意見を紹介してみますね。2日間も日本の潜水艦に追跡されたので、我が国のオトモンが完全に把握されてしまったことだろう。ここまでやられてしまうなんて、最新と言ってるが、昇級は本当に最新源泉か？オトモンというのは、潜水艦おのおのが出すスクリュー音のことで、潜水艦によって異なるものです。つまりは潜水艦の指紋ですから、オトモンデータがあれば、どの潜水艦なのかが明白になってしまうというわけです。他国領海を通るなら浮上して国旗を掲げる必要があるが、公海を潜航するときには、浮上したり国旗を掲げる必要はない。あそこは公海だったのに浮上したり国旗を上げたのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことになるのでは？潜水艦のすべてのデータ、つまり全行動が日本にバレてしまった。これは最大の問題だと思う。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上とは、白旗を上げて降伏したようなものだ以上のように、大半が批判意見でした。最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が、日本の海事に浮上させられたことに、多くの中国国民が屈辱だと感じたようです。国家予算を湯水のごとく注ぎ込んで、軍備を拡大し、じわじわと日本に圧力をかけ、優勢に立っていたはずなのに、思いがけないことで足をすくわれてしまったことに、怒りを感じた人さえいたようです。